今回はローンと会費の違い、それについて話してみたいです。でこれ一番聞いてもらいたいのが、二十歳になる前の学生さんとか社会人、まあ、いわゆる未成年ですね。未成年の人、その人に聞いてもらいたいです。あとは、そういう人が子供にいる親御さん、そういう人にも聞いてもらいたいです。親御さんは、この話聞いたら、このローンと会費の違い、それについて、 まあじっくりと説明してもらえるといいかなと思いますそれ。ローンと会費、意外に似てるところがありますけど、全然違います。まずローン。ローンっていうのは分割払いのことですね。例えば、あるものを買います。コンピューター買おうとします。その場合に、ローンっていうものを組むと、まず紙をくれます。紙をくれてそこに書きますけど、その紙というのは、 そののお店との契約じゃなして、それで例えば20万のパソコン、それを分割払いで買う場合、その場合、例えば2万円を何回とかって書いて、それで自分のサインとか住所とか、あと免許証とかのコピーを見せて、それで店に渡しますけど、それ、店が見るんじゃなくて、先ほど言った審判会社という。 銀行行みたいな会社に行きますそしてその審判会社がこの書いたあなた書いたあなたの,この信用度を見てその信用があるなと思ったらお金をその分割払いの契約を結んであなたの口座から1ヶ月2万ずつ自動的に引き落とされてその20万プラス利息までいったらそこで終わるそういう契約を結びます。それとと同時に、この審判会社という会社社いうは、 パあなたたがパソコンをを買った店にお金を渡しますだからその店はお金を一気にくれます。これがローンです。まあ借金ですね。まあローンって言い方、まあ丸いですけど、正直借金です。分割払い、あとゲップと言われるもの、あとクレジット、そういうものがこのローンと言われるものです。と一方、会費。会費というのは、例えばスポーツクラブとか塾とかの会費で、 どっかのジムに入る、スポーツクラブとかに入って、それで1ヶ月1万ずつ渡すと、そこを使える。そういうものが会費ですね。会費というものは、その借金じゃないです。そこを使うお金を前払いか後払いで払うだけであって、もし3ヶ月払って、それでもしやめたければ、まあ払わなくていいです。払わなくて退会すればいいです。それで終わりですね。 ただ、先ほどのパソコンの話に戻りますけど、パソコン買います。それで1ヶ月2万ずつ払ってます。それで3ヶ月でそのパソコン開きました。その場合に、お金払わないですのでパソコン返します。できないです。それは、もうパソコンはあなたのものです。あなたのものであなたが審判会社に借金をしてる。そういう状態です。もうパソコンショップとあなたの関係はないです。あなたと審判会社が契約してるわけであって、パソコンはもう あなたのもので代わりに審判会社がパソコンショップに払ってくれたお金を審判会社にあなたが2万ずつ払ってるそういう契約ですだからそれは会費じゃなくて借金を返してる借金を分割払いで返してるそういうことですこれはしっかりとあの頭の中に入れてもらいたいですねそうよくこの2つを混同させて悪い商売があります塾ととかか語学学校とかで そこの入学案内とかに行きますそ,その時に「月々2万です」って言われてそれで塾から話されるとその時頭の中でこの会費だと勝手に思いい込んじゃいますただ実際うまくあの言いくるまれら,られて手元に渡されたのは審判会社のローンの用紙ローンの申し込み用紙でそこで月々2万の何回払い。 それで契約しちゃいます。そうすると、先ほどのパソコンと同じで、審判会社は塾に対して一括でお金を入れます。それで、あなたは審判会社に対して1ヶ月いくらっていうことで返してきます。まあ、お金を1ヶ月いくらか払う。それ、先ほどのスポーツクラブの会費と、 こののの語学学校のローンの話、同じじゃないかと思いいます。同じじゃないかと思,思われると思われるんじゃないかなと思います。お金払1ヶ月ずつ払ってるんだから、ただ全然違います。繰り返しますけど、一方は会費、一方は借金です。そういうローンで払ってる場合、その場合、パソコンと同じで、例えばその受講を辞めたりします。 英会話塾を辞めたとします。3ヶ月で嫌になって辞めたとします。その場合、お金,お金も最後まで払わないといけないです。え、どうしてって言いますけど、それはローン、借金を審判会社にしてるからです。だから払わないといけないです。一方、月謝としてその塾にお金を入れてる場合、その場合は、まあ、3ヶ月で嫌になってしまったら、3ヶ月目で辞めて4ヶ月目からはお金払わなくていいです。 それが月謝です。だから月謝とその審判会社によるローンによる借金の返済、それは全く違うということ、それは頭の中に入れてといてください。審判会社、いろいろな名前がありますね。日本審判とか JAX とかいろいろありますけど、だいたいローンを組むとそういう会社の用紙が出てきます。クレジットカード発行してる会社のような名前、そういうものが出てきます。そういうものが 下車だと思って申し込み用紙にそういうものが入ってたらまあそれは警戒してくださいローン組んだつもりもないのにそういう審判会社の様式が出てきたら様式紙ですねそれが出てきたら注意してくださいそれは借金です例えば車を買う時車を買う時車は会費じゃないですあれは自分がお金を払えないからこのクレジット会社にお金を立て替えてもらう 戦えてもらう代わりに、次々いくらか払う、そういうことをします。例えば、車飽きたなと思って、車を、その車屋に返しても。返済はしないといけないし、車返せないです。車売却して、お金もらって、それ、その中から、審判会社にお金を返していく。そういうことです。まあ、車を買う、イコール、会費だと思う人はいないと思いますけど。その塾とか、教えても、語学系の学校、教えてもらう系の学校ですと。 まあ、いろいろな方法があります。店、その、学校としては、一時券を審判会社からもらった方が非常にありがたいと思ってますので、まあ、ローンを組ませるところ、そういうところが一部ありますので、注意してください。まあ、ちょっと長くなりましたけど、ローンと月謝、あと会費、それは違うもの、そういうものだと思ってください。それで、審判会社、まあ、 ちょっと口に出すの嫌だから、審判会社って言って、ネットで検索すれば、いろいろな有名な会社から出てきますけど、その名前は頭の中に入れといてください。頭の中に入れといて、それもし、何か塾とか英会話学校とか、そういうところと契約して、そういう様式から出てきた借金、借金したつもりじゃないのに、そういう様式が出てきたら、まあ、警戒する、そういう癖をつけてください。以上です。